こちら、葛飾亀有公園前派出所。こちら、葛飾亀有公園全般出所の登場人物、朝里と愛朝里と愛は漫画。こちら、葛飾亀有公園前派出所に登場する架空の警察官。通称は、フルネームの別読みでマリア。舞台版での俳優は、斎藤玲アニメ版での声優は、麻生加かほと。記事では、 愛の家族である浅里家についても解説する。亀有公園にある看板。その右上に書かれているのが、浅里愛。新葛鹿警察署所属交通課の巡査で、亀有公園全派出所勤務。一人称は、私または、マリア。区長はでスます蝶の語尾に和をつけることが多い。 第133巻8は、教えて、両津先生発出書7不思議の巻やカメダスに、などによると、身長 169cm170cm 体重 48kg、スリーサイズイコール 93.0cm58.0cm 88.0cm、93.5cm 88.、93. 58.0cm、88.0cm 58. 88.。ブラジャーは G カップ。誕生日は5月5日で、ニューヨーク出身。血液型は大型。年齢は不詳であるが、登場当時は19から20歳ぐらい。t v アニメ版では20歳と言っている。父は武道家で、 植木流小星だらけん総水のアサザ母は料理研究家のアサザ京子。双子の妹として、香港映画の女優のアサザリンがいる。なお、リンが、週刊少年ジャンプに初登場した時には、男と女の一覧性の双子という設定であったが、単行本では、削除されている。詳しくは下記を参照のこと。 着用する制服は警察官のフォーマットと全く変わらないが、色は薄紫色を基調としている。原作では女性になった後、制服が緑色になったが、すぐに元の紫色に戻っている。なお、心、技、体のすべてを兼ね備えているが、自動車の運転は苦手である。一応運転免許は取得しているが、中川の車、フェラーリ回50を運転した際には、 スピードの出しすぎで電柱に激突させ車を壊したことがある。また走るスピードも非常に速い。初登場は原作では新任警官あさざと愛登場の巻。新たに公園全般出所勤務になった警察官として登場を果たす。今は髪は黒く塗られているものの登場当時は髪もベタ塗りではなくしっかり描かれているなど 描き方に試行錯誤がなされている。第61巻の表紙に先行登場しているが、作中に登場していなかったために、読者から苦情が来たとのこと。第65巻の背拍子にも先行登場している。また、朝さと愛と漢字で書かれていても、基本的にマリアと振り仮名で振られていて、作中でもマリアとカタカナで表記される場合がほとんどである。 レギュラーキャラでありながら、第80巻頃から登場頻度が減少していたが、第111巻で完全な女性となり再び、レギュラーと言えるほどの登場数となった。第116巻第1話では彼女をヒロインとして、全編少女漫画タッチで描かれた話もあった。そのため、第116巻は少女漫画風のカバーになっている。ドラマ版には登場していない。 警察官になるまではボディービルのコンテストで入賞経験を持ち、17歳の時は朝里龍二というリングネームで空中飛び膝蹴りを武器に持つ50戦50勝無敗のキックボクシングチャンピオンであった。しかし格闘技面での成功とは裏腹にがっちりとした体と女性的な顔と声がアンバランスであったため女性には全く持てず心の寂しさを埋めてくれるパートナーには 出会うことができなかった。習い事は母親から厳しくしつけられたためすべて女性以上に上手であったことも災いし、周囲からの嘲笑の対象となっていった。ついには当時好きだった女性にも顔について、女性よりも美しすぎて嫌味だと言われ、自分が女顔であることに気がつく。以後は産んだ両親を恨むようになり、試合をさボるなど荒れた日々を送り始めた。 そんな生活を変えるきっかけを与えたのが、両津そっくりのコーチ、岩鉄岩尾であった。君が女性に生まれていたら、私は君にプロポーズしてたかもしれん、との言葉を聞き、コーチのために女性に生まれ変わる決意をする。ただし、アニメでは、上記描写はなく、自分から岩鉄コーチを心から愛し、女性になったと語っている。徹底的なシェイプアップで転身に成功したものの、 憧れのコーチは外国へと旅立ってしまい、再会することは叶わなかった。そしてある日、遅刻しそうになってあてて出勤する両津と出会い、頭に衝突、その時に一目ぼれをしてしまい、会うために数週間で警察官になる。やがて魔法で女性になり、現在に至る。優しく、女性的で、誠実、基本的には、常識人。 両津の悪行を止められず加担するなど若干意思が弱い部分も見られるがお金のためだけに行動した両津に対して軽蔑する描写もあるそもそも両津を好きになった理由は岩鉄に似ていたためであるが決して両津のことを岩鉄の代わりとして求めているのではなく本心から愛している彼のためならどんな障害さえも乗り越える強さも秘めている 後に完全に女性化した際、今まで気になっていなかった、両津の大衆等に違和感を抱くなどの描写があり、ますます本格的に心も女性となっている。女性化した際に、両津に呼ばいを仕掛けたこともあり、彼に好意を寄せる女性陣の中では最も行動的。超能力を使う日暮れ熟睡難を除けば、戦闘力は、こち亀のキャラの中でトップレベルである。 特に努力が凄まじく、単純な力比べならば、両津を上回り、アメリカ海兵隊員を腕相撲で任したこともある。スチール製のロッカーを、キック一発で潰してしまったり、パンチングボールを思い切り殴って破壊したり、素手ででヘリを破壊したりとそのパワーは尋常ではない。女性になってからは、本人曰く、だいぶパワーが落ちましたわとのことだが、その後に壁を破壊しての登場をしていたりと、 実質的にはパワーが衰えた様子は全く見られない。両津は初登場時に男性と気がつくまでは本気で結婚をしようとしていたが男だと告げられて考えを撤回した。やがてマリアは本物の女性となり晴れて結婚ができる立場となるがそれでも両津は逃げ切らない態度でいる。だが愛自身は女性になっても両津に好意を持っている。 このため、両津が他の女性と結婚するという話を聞くと激しく抗議する。ニコニコ両で、両津と合い部屋になった際には、部屋に来た初日に5年間掃除しておらず、他人から見て、とても人間の住む部屋とは思えないほど汚かった、両津の部屋を朝4時に起きて一気に掃除してしまった。また、毎日の料理、掃除などを欠かさず行って、両津に尽くしていた。また、 両津と共に、寮の風呂に入ったこともある。この状態は80から1で、女子寮に移ることを命じられるまで続いた。愛がいなくなってからは、わずか3日でまた以前の汚い部屋に戻っていたからは、ある程度整理された部屋になっている。生活する、女子寮の資質には、フィギュアや写真、アルバムをはじめとして、市販自作問わず両津グッズがたくさんあり、壁一面にも、 両津のポスターが貼られ、半裸の両津の図版の抱き枕まで所有。156から6で、掃除のため、両津と共に部屋に入ったボルボとサコンジから、不気味な部屋、アイドルならわかるが両津とは、と言われてしまっている。さらには、部屋の加減製品から流れる、電子音声を、マリリンの協力を経て、プロがサンプリングした、両津の声に改造してしまった。食事の際などは、 両用焼きと称したオリジナルの目玉焼きを作り、テーブルの向かいに、両津のぬいぐるみを置きその場に、両津がいるのを妄想しながら食べている。愛が本物の女性になったことは二度ある。最初は75から読んで、火山理科の魔法によって一時的に女になる。この時はすぐ元に戻されたが、両津はかなり慌てふためいていた。そして111から読んで、以下の出来事がきっかけで、 花山に頼み込んで、魔法によって、再び女性の体になり、今度は戸籍まで女性に変えてもらった。その後は、現在に至るまで、ずっと女性のままである。183から8にて花山は、マリアの女性化の際に、双子の妹のマリリンの体をコピーしていっていた、ことが判明した。そのためマリリンは進滑四箇所女子寮に入ることができる。なおこの時期は、 前述の早屋や、まとい、右京といった女性キャラクターが次々登場していた時期でもある。愛が初めて登場した頃は日本ではニューハーフに対する同型が強かったためニューハーフとして登場させたが流行りもだいぶ変わったので完全な女性にしたという説もある。また、この111から4はちょうど夏の時期であり、この巻の原作者コメントには夏に 水着姿を描く旅、そうか男だったんだと思い出していたという書き込みがある。アニメ版の担当声優である、麻生加穂ザとは、第115巻巻末でこの変更について、不満と期待の両方を表明している。なお女性となった時には、感性が女性的となり、不潔な両つに嫌悪感を抱いたり、オチでは中川に惚れたりしているが、その回一度きりの描写であり、その後は、 両津に嫌悪感を持つという描写はない。111から後の冒頭では、早くも両津に呼ばいをかけている。また女性になったということで交際を申し込む。男性警官が殺到したが、私は療養のものですわ。と跳ねのけている。ただし両津が財産目当てでまといと結婚しようとしたことが判明した時は、100年の恋も冷めてしまっていた。女性になってからは、 レイコとコンビを組んで活躍することが増えていき、表紙や扉絵などでもセクシーな衣装を着てレイコとポージングを決めるイラストがたたみられた。両津が暴走者に当て逃げされた時は劣化のごとく怒り、車を力ことごとくで止めてから運転手たちを叩きのめしている。当の両津は大した怪我ではなく、マリアの暴れっぷりの方に戸惑っていた。父の番は愛が 本物の女性になった後、ニューハーフでもいいから、こぼしだらけんを継承してほしいと愛にせがんできた。その後、愛が本物の女性になった証拠を見せられても、バンは妹のリンだと言って、すぐには信じなかったが、リンを呼んで本人がヌードを見せたことで、ようやく納得した。この時バンは相当ショックを受けていた。第39話、熱愛。両津とマリアにて初登場。 その後、原作とは異なり交通課勤務の警察官として登場する。制服は紫で統一。アニメ版では、両津は朝里隆二のファンであり、愛が絡んできた外国人を倒す際、空中飛び膝蹴りを放ったのを目撃し、愛イコール朝里隆二ではないかと気づき、その後、膝枕をしてもらった際に頭に柔らかいものが当たるのに気づき、 もしやと思い股間を触って発覚。作品中で男性であることが露見した際に、それを強調するためにふんどしを履いているイメージシーンが多用された。特に、ふんどし姿の愛の背景に、男という大文字が映っているシーンがあり、第219話はデジタル化されているが、セルガのこのシーンが登場していた。原作と比べると、本気で起こることや両つと、 仲良くする異性に嫉妬する描写が多く、実力行使することも比較的多い。両津が電車に跳ねられ幽体離脱した際、皆が彼は死亡したと思い泣いて悲しむ中、愛だけはショックで寝込んだようである。蒸気プロフィールにもあるが、アニメ版では誕生日が4月14日、東京都出身、身長170センチメートル、体重57キログラムなど原作とは異なった。 設定が多い。霊子が登場しない話では代わりに愛が発出ショキ勤務しており、有給休,休暇中の霊子の代わりに出勤したことがある。原作と異なり、ニューハーフのままで終わる。これが原作の朝里ザと愛とアニメ版の朝里ザと愛の大きな違いと言える。第160は、人生をやり直せではもし愛が、本当の女性として生まれていたら、両津と結婚しており、 愛の手柄で重要国際指名手配犯を逮捕し、3億円の宝くじが当たった。しかも、両津は刑事部長になり、周囲に迷惑をかけない、真面目な人間になっていたことが分かっている。第217話、さよなら、両さんでは、解雇を免れるために霊子の研修プログラムを受けさせられたことで真面目な常識人に変化した代わりに、 臆病になった両津が立てこもり事件で転落しそうな犯人と被害者を見捨てようとする発言にそんな療養なんて大嫌いですわと激怒して投げ飛ばしたその直後に本来の自分を取り戻して芝叩く間に全員を救出し解雇の保留を勝ち取った際は彼が優しさを取り戻したことを中川や寺井通ると真っ先に喜んだ第四十四はさよなら 両三大作戦では、父兄たちが送別の歌を歌っていた時は、両津に泣きついていた。しかし、両津の転勤の件が嘘だったことを知ると、両津に対し激行した。声優の麻生かほざとは、自分と名前が似ているため、親近感が湧くとコメントしている。そもそも一卵性の双子は一個の受精卵が二つに分かれて誕生する双子で、互いに同じ遺伝子を持つため、 全て男同士、または女同士であり、男と女の一卵性の双子は医学的にありえない。現実の男と女の双子は全てに乱世である。第62巻の原作者のコメントより、本名の愛では迫力がないという理由でこの名にしたという、元々性同一性障害であったとも言われる。88から7では、 サオトメリカをはじめとする交通家不景の面々が、両津和人にロングハウスを建てさせる上、すべての男性を見下すようなその発言や卑劣な、やり方をよく思わず、彼女たちに利用される両津を憐れんでいた。AB、ただし、第二百九十三話、両産熱愛宣言。では両津が、まこととお見合いをしていることを麗子から聞いて、両津に実力行使をしようとしたが、まことは、 ご真術を身につけており、合気道合段の腕前を持っていた誠に投げ飛ばされて負けている。これに対し大原部長は、結婚は人生の墓場という言葉もあると止めようとしたが、両津本人は部長の場合はそうですが、わしたちの場合はやっぱり天国ですよと言い直している。新活死箇所女子寮に入るには寮に住んでいる父兄の身体データや正門。 筆跡鑑定などを行う必要がある。この事実を知っているのは当初花山とマリア、マリリンのみであり、マリリンが寮に入るのを見た彼女のマネージャーからそのことを聞いた、両津はかなり驚いていた。アニメ版ではかつて半分反り落とした時には、愛が家でして、ニューハーフになってしまったらしい。アニメ版では、秋元ひきひまるも驚くほどの大富豪の御蔵師や、 こぼしだら四天皇と呼ばれる見た目や戦い方こそ変わっているが、愛や両津と互角以上に戦える実力者まで文化生にいることが判明している。両津と番が二人がかりでも倒せなかった泥棒を一撃で倒すほどである。アニメ版では母、京子がイノシシ鍋を振る舞っている。アニメ版、世界最強美女決定。B-1 グランプリ98香港大決戦。 ではリンは金儲けのために三分芝居を打った両津によりジョディと対決させられるが発覚後にジョディと共に両津に対してお仕置きを加えている。最後には二股をかけていたボリボンにも制裁を加えた。なお、実力行使するときは私というものがありながらとほぼ必ず言っている。前者はホンダも巻き添えを食らった。両津シス。何で、 小町の口から語られている。この時ナ子はハンカチで涙を拭いていた。プログラムを受講させた、レイコ自身も、両津をもってのこととはいえ、薬が効きすぎた、と反省し、彼からプロポーズを受けた際には困惑していた。事件解決後は、両津には解雇の危機に直面していたことを明かさず、元に戻ったことを喜んでいる。ありがとうございます。